アメリカの心臓外科医があらゆる質問に答えるコーナーをしています。北原さん、本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本日は視聴者の方よりメッセージをいただいております。北原さんのこと動画を見て、北原さんのことをとても気に入っているという方がいらっしゃいまして、実際にお会いしできないかもしれないですが、お話ししたいというようなことをいただいております。ただその前に、北原さんの好みのタイプですとか結婚するための条件を聞きたいというお話なので、それについてお話しいただけますでしょうか。好みのタイプって前に婚活動画でも話をしたんですけど、まあ結構難しいですよね。昔はですね、実はこう天然の人がいいとか、なんかそういうのあったんですよ。でもね、今はね、あんまりそういうのがなくって、まあ、特に、まあでも、強いて本当に言うなら、ちょっとこう、天真爛漫な風な人の方が、いいのかなっていうふうには思いますね。まあだからそれが、まあ僕は猫を飼いたいなっていうふうに思う理由と、まあ同じというか近いんですけど、猫は結構天真爛漫じゃないですか。なんで、まあしょうがないから猫を飼おうかなっていう感じにはなってますね。いや、もろもろの条件ですとかお話を聞かせていただきたいんですが、住む場所はワシントンになりますでしょうか。まあとりあえずそうですね、僕はワシントン DC で働いてるんで、まあ、一緒に住むならワシントン DC だし、一緒に住まないんだったら、まあ、日本でも、まあ、どこでもいいんじゃないかと思います。もし日本に帰ってきてほしいと言われたら、北原さんは日本に帰られますか。うわー、難しい。え、それどういう状態で。もしご結婚が決まるですとか、お付き合いが始まるという場合に、日本に帰ってきてほしいと言われた場合は、日本に帰られますか。いや、まあだからそのタイミングですよね、と向こうとの関係性とどれぐらいなもんなのかってことですよね。だから今すぐに明日もう日本に来いって言われたら、それはちょっと、てかその人もよくわかんないし、だから関係性、その人との関係性がすごく構築された状態で、でもやっぱもう日本に帰らなくちゃいけないんだっていう風になったら、まあ考えますけど、例えば今すぐもう日本に来てほしい、例えばもう付き合う前の段階から、いやもうちょっと日本に帰ってきてもらわないと、もうその将来ないんで困りますっていう風な感じだったら、まあ難しいんじゃないかなって思いますけどね。まあもちろんなんかそれって絶対帰らないってわけじゃないけど、最初からその条件があるのだとちょっと難しいかなと思いますね。ありがとうございます。お相手にはお仕事を続けていただきたいですが、やめていただきたいですか。どちらでもよいですか。あ、どっちでもいいです。家事は、どちらがやるですとかありますか。いや別にないですね。まあ、やってくれたら嬉しいですし、まあ、僕がやるかっていうとあんまりやらないかなと思いますね。だからもう向こうもやらなくてこっちもやらないってなったら、まあどうにかしてやるルールを作るか、もう誰か人を雇ってやってもらうかの近いになると思いますね。お財布はご一緒にされますか。具体的には銀行口座ですとか一緒にされますか。それね、分かんないから、僕すごい今この前ちょっと人にいろいろ聞いたんですよ。多分この今の質問者の人にも聞いてると思うんですけど、どうしてみんながどうしてるかまず聞きますね。もっとで情報を仕入れた上で、それ通りにしますね。ありがとうございます。管理してもらったら楽ですけどね、自分の。なるほど、はい。ちょっとお話が戻るんですけれども、はい、時系列というか、付き合っているときに、はい、どのくらいデートができますか、もしく、およびしたいですか。デートですか。例えば週に何回デートしたいですか。いや、まあ週1とかじゃないですか。週1、2ぐらい。1、2ぐらい。いや、デートって難しくないですか、もうこの年で、なかなか。なんて。平日の夜に食事をして、休日は他にお出かけをするようなイメージですね。そうそう、いいんじゃないですかね。例えば水曜日は晩ご飯食べに行って、で、まあ、土曜日か日曜日、1日使って、なんかまあ、どっか行くみたいな。まあ、コロナのあれでちょっと難しいかもしれないですけど、今は。まあ、別に家でテレビ見るでもいいですし。まあ、それがデートなのか分かんないけど。ではさっき、初めてお会いした女性が、お会いする予定の女性がワシントンに行きました。はいはいはい。北原さんはどちらに、連れて行かれますか。
あ、初めて会う人がワシントン DC に来て、たまたまで会います、会えるっていうふうになったってことですよね。そうですね。で、北原さんとデートがしたいとおっしゃっている。ただやっぱまず空港まで迎えに行きますよね。空港まで結構遠いんですよ。1時間ぐらいかかるんで、市内から。で、まあ迎えに行って、で、まあ綺麗、車ちょっと洗ってから行きますよね、まず。車洗ってから空港まで迎え行って、まずそこでちょっとかますわけじゃないですか。アメリカだぞ、みたいな。で、で、その後、まあ DC 市内の、いい感じのレストランですかね。いい感じのステーキハウスか、いい感じの、日本食屋さん、高級用日本お寿司屋さんみたいな、そういうところに行きますかね。北原さんのお支払いで大丈夫でしょうか。もちろん、それはそうですね。さすがにそこ割り勘って言えるほどの僕は勇気はないですね。なるほど。その時に北原さんがお相手のことをいいなと思った場合、その次のデートはどのようにされるという。その場合ですか。そうですね。そしたら、まあだからその人がどれぐらいワシントン DC にいるのかによりますよ。例えば1週間だとします。1週間いるわけですか、はい。そしたらもうその時の終わり際か、あるいはもう帰ってからか連絡するか分かんないけど、空いてる時間あったらご飯行きましょうって言いますね。はい。で、それが例えば明日しか空いてないってなっても、じゃあ明日行きましょうっていうふうに。そのようなケースは今までにございましたか？ケースいや、ないですね。そのいわゆるアメリカに来てってことですよね。日本ではあったけど、アメリカに来て人とそういうふうにご飯食べて、次の日もまた会いましょうみたいなことはないですね。ありがとうございます。日本でのデートも同じような形でしょうか？同じかな？多分そうですよね。なんかの機会に知り合って、ご飯2人で行って、で、まあその時から、でも大体その後かな？ご飯食べ終わった後に昨日ありがとうございました、うんちゃらみたいな感じで、あ、じゃあまたぜひご飯でって、でそこでわかるじゃないですか。なければないし、あ、またじゃあぜひみたいな、ぜひ時間あればみたいな感じだったらもうダメだし、あ、じゃあ次どこいつだったら空いてますってなれば、あ、じゃあ向こうもなしじゃないんだってなるんで、まあわかりやすいですよね。なるほど、ありがとうございます。うん、はい。ではプロポーズの話に行きたいと思いますが、北原さんの理想のプロポーズを教えてください。いや、理想のプロポーズはもうないかなと思いますよね。なんかもう、なんかその20代後半ぐらいの時はそういうのを考えた時期もありました。30代前半ぐらいのなんかこうちょっといい感じの雰囲気とかなんか思い描くじゃないですか。なんかフラッシュモブみたいな、そのなんていうのそういうやつを思い描いてたけど、今はもうないですね、そういうの。多分でも相手も望んでないと思うんですよね、そういうのって。いや、ない、特にこういう状況で。ないですね。まあ、なんかそのこうだみたいなのはあんまりないんじゃないかなっていう気がする。残念ながらないですよね。やりたかったですけどね、膝を床について、結婚指輪こうやって結婚してくださいってやりたかったですけど、で女子もあれはやられたいんじゃないかなって思うんですけどね、まあ、ちょっとあれを、やる機会はちょっと難しそうですよね。指輪のブランドとお値段は知らないよいや、よく僕の周りなんかほとんどみんな結婚しちゃってるから、そういう話たまに聞くんですよ。で僕が唯一知ってるのはハリー・ウィンストンですか。ハリー・ウィンストンっていうすごく高い指輪がある、はいっていうのは聞きますけど、まあ別になんかそれを買うかって別に値段じゃないですしね。まあ向こうが欲しいとかなんかいろいろあるかなと思いますよね。どういうのがいいとか、まあ、そういうの。ありがとうございます、はい。結婚式はどちらでやられますか。いやね、それもすごい結婚するギフト決まってないのに結婚式の話するのものすごい間抜けなんですけど、それもね、やっぱもうなくていいかなと思ってますよね。なくてっていうか、例えばハワイでとか、アメリカのどこかでみたいな、なんかもうね、なんか、例えば中高とかの同級生とか呼ぶのも、もうちょっとなんか、どうかなっていうふうに思っちゃったりするんですよね。僕がそこ、しかもアメリカにいるから、日本にいればまた別ですよ。日本にいるんだったら日本でやって、なんで日本でやんないんだってなるけど、僕はアメリカにいるから、僕はアメリカから日本に戻って、それを日本でやってっていうふうにするのも、
まあちょっとな、僕的には。でもまあ向こうのこともあるから、向こうはそういうのやりたいっていうのがあれば、まあじゃあやりますかってなりますけど。はい、本日の質問は以上となります。北原さん、ありがとうございました。ありがとうございます。